タイ国のパトゥンタニ出身、年齢24歳ですね。まあ、キングピッチの再来と呼ばれるその無敗のボクサーですね。26戦全勝 7KO。 94年ですね、あのデビット・グリマンにですね判定勝ちで WBA の世界フライ級タイトルを獲得して、これまで9度防衛してますね。この中でその日本にも馴染みのある選手はですね、94年4月にそのヘッス・ロハスに初防衛戦ですね。そして95年10月井岡弘樹選手に10回 KO 勝ちでその6度目、そして去年の3月ですね、レオ・ガメス、これ判定勝ちしてその8度目の防衛と。だからこの選手はですね、非常にスピードがあってですね、その連打の回転がすごいですね。パンチ力はそれほどでもないんですけど、タフでですね、クレバーですよね。はい、浜さん、はい、前回の試合確かマクムトフ、ロシアの選手だったんですけども、あれを退けた試合、あれに関してはどうですか。まあやっぱりあの線の持ち味、打たせない、まあ打たせないというのは勘の良さですね。もう目の良さ、勘の良さ、それはもうこのクラスで抜群なところありますよね。隙がなかったですからね、はい、あの試合は、まあ、連勝記録もですね26まで、来ております。今日の試合に2桁防衛もかかっているというこういう試合ですが、続いて挑戦者のプロフィールもお願いしましょう。これはホセ・ボニージャです。お願いします。そうですね、この選手は、まあ、WBの11位ですね。まあ、ベネデラのエル・ティグレ、ティグレっていうのは虎の意味なんですけどね、はい、出身 の、 その年齢は29歳、戦績がですね23戦20勝10 KO 3敗、ただしこの3敗は全部ノッカード負けなんですね。その日本でもおなじみのですねヘッス・ロハス、この選手に11ラウンド TKO 負け、ロセンダラベス、現在その WBA の世界ストロー級チャンピオンなんですけど、この選手もラテンアメリカストロー級タイトル争って11ラウンド TKO 負け、それで最近ですねカルス・ロドリゲスに判定勝ちして、ベネズエラジュニアフライ級タイトル、ジュニアフライ級のチャンピオンで一度防衛してるんですね。まあアウトボクサーですね、カウンターパンチャーですね、はい。さあそれでは早速ご覧いただきましょう。この試合は、昨年の11月24日タイのウボン・ラチャタニで行われたものです。WBA 世界フライ級タイトルマッチ、セーン・ソープルンチット対ホセ・ボニージャの一戦です。タイ対ベネズエラです。さあセーンの防衛戦、カメラが線を捉えました。こちらが挑戦者ボニージャ。浜田さん、このフライ級の一戦、はい、どこに注目されますか。まあ、線の避けるところ勘の良さというのは抜群のものあるんですけど、ここ最近やっぱ内に出ていってるんで荒くなってるんですね、はい、ですからその荒さがいい面に出てダウン取れればいいんですけど、その荒さを突かれるとちょっと最近食うところあるんですね、そこが気になりますね。相手はベネズエラの選手、まあ、ベネズエラといいますと、これまではセーンはですねタイトルを取ったデビッド・グリマンをはじめとしまして、エスス・ロハス、アキレス・グスマン、レオ・ガメス、こういった一流どころを総なめにしています。相性がいい相手国なのかもしれません。26戦全勝 7KO です。すごい観衆ですね。そうですね、やっぱセーンというのはタイの中でも人気が1番2番そんなところなんでしょうね。そうですね、だから大観衆が声援を声援しますねさあ試合の前はしかしこのように一瞬の静けさ。人気の点ではタイでナンバーワンなんですね、はい。まあ、6人主要団体の世界チャンピオンいますけれど。さあ試合が始まりました。 WBA 世界フライ級タイトルマッチ12回戦。まあ、このタイが多くのチャンピオンを生み出していますが、そのタイ軍団の筆頭格、セン・ソープルンチット、なんと世界チャンピオンが6人活況を呈しています。タイ、この大観衆ですが、浜さん、この静けさです、立ち上がりはすごいですねまあこれが一発打っていくごとに一つ一つの観衆が歓声になってきますからね、大きくなってますからね。どんな盛り上がりを見せますか。まあ戦とすればいいんでしょうけど、相手は大変でしょうね。そうでしょうね。黒のラインが入っている方が挑戦者、ホセ・ボニージャ、ベネズエラ。さあ観衆の声が徐々に発し始めました、発せられ始めました。ここまで9度タイトルを守っています。日本キングピッチの再来、こう呼ばれています。
タイの人気者セーン。左。ああ、肩越しのオーバーハンドライトですね、はい、あの右も今有効だったですね。今左やっぱ良かったですよ。出てきたその右を当てようというボニージャ。ボニージャ出てきます。テクニックには定評があります、このボニージャ。ランキングは11位に入ったばかり。レフリーはラファエル・ラモスですね。テキサスのサンアントニオのレフリーです。高いに左を伸ばします。2桁防衛なるかという試合です。セーン、もう10度目の防衛戦になるんですね。身のパンチを持っていきました。第1ラウンド残り30秒切りました。いい動きを見せます。ロープまで交代。1ラウンド終了です。 WBA 世界フライ級タイトルマッチ、この立ち上がり、小泉さんどう見ました？立ち上がりは戦いいと思いますね、はい、ジャブをよく出して、そして肩越しのオーバーハンドライトもありましたし、まあ、プレッシャーかけてますね。1ラウンド目はもう戦のラウンドだと思います。そうですか、はい。まあ、前回の防衛戦では強敵と思われていました PABA パバのチャンピオン、ロシアのアレクサンドル・マクムトフを大差の判定に退けています。隙がありませんでした。さあ第2ラウンドです。浜田さんは第1ラウンド両者の動きはどのように見えました？やっぱりここ最近千円は打ちに行く傾向が強くなったなという感じしますね。ああ、そうですか、はい。相手のタイプにもちょっとよるんですけど、今日の挑戦者の方がやっぱり何て言うんですか、少し警戒してますよね。はは、線を警戒してるんで、最初にやっぱり打っていかないと相手が打ってこないですね、はいはい。どっちかというと線は相手に打たしてきて、どんどん避けて打つことが得意なんですけどね、相手が打ってこないとやっぱ打っていかなきゃいけないしですね、はい。両者の両腕が交差します。左シャープ。身長はご覧いただいた、分かるように若干ではありますが1000が上回っています。165センチの1000に対して挑戦者ボニージャは163センチ。左を持っていきました。1000立ち上がりを見せています。だんだん監督の声も高まってきます。こうやってタイの鑑賞を浜さん見てますと、この声援も楽しんでるようですよね。まあ、そうですね、徐々にこう盛り上がっていく感じを、まあ、ですからテレビで見るというよりもその一番後ろの観客席からほとんど見えないと思うんですよね。そうでしょうね。それででもこの雰囲気を味わいたいという気持ちが強いんでしょうね。左に大きく回り始めました挑戦者ボニージャ。これまでのところ線はですね、それほど有効ではないですね、はい、このラウンドですけれど。ボニージャカウンター取っては動いてますね、はい。ちょっと大きいですね。今右アッパーから左フックですね、線の出てくるところ。
この挑戦者逃げ足なかなか早いです ね今右のストレートも届いていません。スッと横に出ます。これは腕です。頭当たった。第2ラウンド終了です。このラウンドはですね、線がプレッシャーかけてるんですけど結構ミスブローが目立ちましたね、はい、だから振り上げるんだったら私はボニージャの下がりながらのカウンターパンチを取りたいと思います、はい、まあタイが誇ります、このボクシングチャンピオン、そのうちの一人であります、セーン。まあ、あのマイナーを入れましたら小泉さん、たくさんのチャンピオンがもっと出てくると思いますけど、一時期13名いたとか言いますけどね、今主要団体でまあ6人ですか。そうなんですね、WBA ではですね、山口選手とが戦ったピチッとですね、そして、今登場しました翼体ダオルン、チョシリワットですね、はい、これはバンタム、そして WBC ではですね、サマン・ソーチャドロン、ジュニアフライ、はい、そしてバンタムの暫定チャンピオンでスリモンコン、シンマナサクですね、そして IBF の、ラタナポン、はい、こうして6人いますね。いいですね。第3ラウンド WBA 世界フライ級のタイトルマッチです。負けがありません、セーン。先ほどの試合は翼体、翼体が勝ったのはタイのピチットというところです。この試合はタイのウボン・ラチャタニというところで行っています。まあ、これまでセーンはですね、まあベネズエラキラーって言いますか、中南米キラーって言いますかね、まあデビット・グリマンに勝ち、ヘッス・ロハスに勝ち、そしてアキレス・グスマンに勝ち、エヴァンヘリオ・ペレスに勝ち、はい、ということでですね、まあ中南米でのセーンの評価っていうのは高いんですよね、まあ、だから、はい、警戒はしてますよね、挑戦者。浜さん、はい、そのいずれも、まあ、一流と言っていいですよね。まあそうですね、その上手い選手たちのレベルっていうんですかね、その上手さを一枚上回りましたね、はい、ですから戦のテクニック技術っていうのは一流ですね。ただタイトル取った当時から思うことなんですけど、顎が上がってるんですね、戦は。それ気になってはいるんですけど、まあ、食わないからまたいいんですけどね、はい、食った場合顎を上げてると効くんですよ。その辺が悪い面では目立つ、いい面ではもっと上げていただくと何がいいか。いい面がまず勘がいいんですね、そして左のリードジャンプがいいんですね。ほうほうほう、それがまあ1番2番いいということなんですけど、ここ最近はやっぱりパンチ力のことが、パンチ力というのかノックアウト勝ちするということが頭にあるんでしょうね。振りが大きいですね。まあ、確かに KO 勝ちは少ないこのセーンです。 7KO 右のストレートを出していきました。アウト、ボディブロー、ちょっと低い挑戦者のパンチです。まあ、ニックネームをつけるとしたら、じゃあセーンのリードブローというようなあれですかね。それと避ける勘だけで勝ち抜いてきたと言っても言い過ぎじゃないと思いますよ、はい、まあ、このリードブローあたりに何かこう特徴的なネームがつきそうな気もしますが、まあ、レベルが違えば左一本で勝てますね、この選手は。右をもうガードだけに使ってですね、はい、あるいは我々に情報が届かないだけでタイの中ではそういう、呼ばれ方をしているかもしれませんね、小泉さん。幻のなんとかとか、セーンのなんとかというパンチはすごい、そういったものがあるかもしれません。そうですね。まあ、このラウンドは線が左ジャブよく出しましたから、その線のポイントですね。チャンピオン、その3ラウンド目の最初の30秒ぐらいですね、この挑戦者うまくカウンター取ってはいたんですね。で、急にその左出せっていう声でも聞こえたのかですね、積極的にジャブを出し始めましたね。まあ、隣の浜田さんの声が聞こえたのかも分かりません。先ほどのローブローのところです。ちょっと注意をされました。こうして日本のスタジオで
まあ、解説してると割と冷静に見られるんですけど、タイの現地へ行くとですね、観客の声援がものすごいんですよ。それでタイの選手がパンチ出すとですね、ブロックインされていようが空振りしようがですね、手を出したらお客さんうわー騒ぐんですね。まして連打でもして相手を追い詰めようものなんて言ったらもうお客さん大騒ぎですね。なんかそのクリーンヒットしてなくてもですね、ペース取って支配しているように錯覚するんですね。判定ではだからタイは勝ちにくいですね。まあ、ユーリ選手はあのムアンチャイタイでその、まあ、返り討ちにしましたけどね、まあ、ノックアウトしましたけど、やっぱりパンチのある選手でないとタイったら勝ちにくいですね。まあ、タイの試合もかなりお届けしているワーワーエキサイトマッチですが、浜田さん、確かに判定では涙を飲んだ選手を数多く見ましたからね。まあそうですね、まあ、よく地元判定というんですかね、それは あっちゃいかんことだと思うんですけど、はい、見ていてやっぱり冷静に見れるからそうなんでしょうけど、あ、地元の判定があったなという感じはありますよね。さあ先頭出てきました。左のフックは空振り。なかなか逃げ足が早いですね。回り込みが早いです。浜さん、この挑戦者のボニージャの動きはどうですか。ちょうどですね、いい、はい、なんていうんですか、いい感じで試合が回ってるんですね。というのはですね、決して戦績がいいとは思わないんですよね、この選手は。そうですね。そうすると線はノックアウトして当たり前、はい、ですから結構打ちに行ってますね。そのボニージャは、まあ、どれだけ頑張れるかでみんな見てると思うんですよね、はい、ですからそういう風にすると線は結構今ラフなんですね。それを避けると、あ、うまいじゃないかと、その中で当たるとあれよく頑張ってるな、もっとやるんじゃないかと、そういった雰囲気が出ますよね。ですから無理追い、負荷追い、無理打ちをしてないですよね。はい、このボニージャなんですけど、小泉さん、左から右、いいパンチを見せます、ね、いい感じになってきました。ボニージャ、ちょっと今また注意を受けましたか。ちょっとローブローダー低いっていう注意ですけど、ヒットしてますね。確かこのボニージャランクインしたばかりなんですよね。そうなんですね、まあ、見つけを負けしてますしね、そしてジュニアフライのベネズエラのチャンピオンですよね、はい、それからすると線がノックアウトして、ね、右のスウェット線を食いました、線食いましたね、線出てきたところ強引に行きました。もらったものを取り返そうという感じで最後ラッシュしましたけれども、ちょっと焦りを見せました線。第4ラウンド終了です。ラッシュしたんですけどヒットはしてないですね、はい、でその有効なクリーンヒットを見ると、あ、これいいパンチ入ってますね、パンチ入ってますね。まず有効なクリーンヒットっていうためにはですね、まあ、当たり前なんですけどヒットしないといけないですね、クリーンヒットしないといけない、その上でなおかつ有効であるかどうかの判断で有効でないといけないですね、だから有効なクリーンヒットっていう面でその、ボニージャの方がいいパンチ当ててたように思います、はい、これ難しいんですよね、構成をぐーっと取ってるとそのラウンド支配したように見えるわけです。あ、ところが当たってない場合、一方下がりながらコツンコツンとカウンター取って、はい、まあ、逃げるっていうかサイドへ回ってるような場合、さあどっちにポイントっていうのはそう難しい場合ありますね。第5ラウンドに入りました。 WBA 世界フライ級タイトルマッチ12回戦、タイで行われています。赤のラインが入っていますトランクスがチャンピオンのセーンです。ちょうど10度目の防衛戦、ただですね、採点というのはあくまで第一基準はですね、有効なクリーンヒットなんですね、はい、有効なクリーンヒットを1ラウンド集計ですね、サンメーションしてそれで優劣つけるわけですよね、はい、構成っていうのはですね、その第二段階なんですよね、セーンの左のリードブローに対して大きな歓声が湧き上がります。
手を出します。セン左を返しました。モニージャまた左、セらしくないジャブの食い方しますね。まあこれまであのセがそのジャブついてますけどね、打ち勝ってますけど、ここまではですね、あいいパンチが来ましたね。ダウンのストレートからちょっとうっすら背中を今見せていますが、セの方のあたりが赤くなってきています。ちょっとあるいは腫れているかもしれません。左フック、あ左フックの切り返し、ま、だちょっと線がそわそわするような感じで、食ってますよ、なんかまずですね、イライラというんでしょうか、自分のボクシング本来のスタイルに戻すことですね。ちょっとあ崩れてるわけですか、ね、今崩れてるんですよ。相手が誘ってるんですか今、あはこれもう分かっていながら誘いに乗っていて、そして食ってるわけですからね、まず自分のスタイルに戻すことですね。おっといい感じ、まあこれぐらいの相手に対して自分のスタイルに何もあるかっていう気持ちがあるからそうなると思いますけどね。まずやっぱり真剣勝負ですから自分のスタイルに戻して、まずリズムから取り戻すことですね。ランクインしたばかり、しかも下馬評では圧倒的に1000ということだったので、その辺も頭にあってのこの戦いぶりなのかもしれません。1000、これ考えてみますよ、ラウンド集計して有効なクリーンヒットどっちが多かったかです。最初の1分間ぐらい線がジャブついていいペースで始めてたんですね。途中からおかしくなりだしてですね、で左右のコンビネーション当ててるのはそのボニージャの方ですね。結構線はプレッシャーかけながらパンチは食ってますね、ええ、だからよく見て有効なクリーンヒットの集計、ダメージの集計してみますと、私はあのボニージャのラウンダーだと思います。ああそうですか、挑戦者浜田さんはこの微妙、ボニージャのラウンドですね。浜田さんもボニージャ挑戦者のラウンド、まあ、私から見ると微妙でもなかったように。ああそうですか、明らかに挑戦者という感じですか。後半はですね、完全に挑戦者取ったなと、なるほど、まあ、あと地元なんでですね、どういうふうに採点が出たかなという感じことは気になりますけどね。問題はその辺ですね、はい。第6ラウンドです。一発一発に対するお客さんの声が随分この辺り中盤ですが高まってきています。高くなってきました。右のストレート、おーと右食ってますね、詰めます、食ってますね。また嫌なタイプの選手ですねこの選手は、はい、左右に動き交代しながらですね、相手が出てくると距離ができるとポンポンポンとそのカウンター取ってですね、カウンター気味に、はい、そしてそのボニージャ当てることはうまいんですね、当てる方もうまいですよ、パンチはなさそうですけど当て方もうまいですね。まあ線はこの戦い方2つ方法ありますね。まずジャブに徹してですね、右出さなくていいですからもうペース取り切ってしまうことですね、動きながらアウトジャブをする、はい、もう一つはですね、もっと強引に入ってですねボディ叩いて少々打たれようがですね、強引にボディ叩いてですね動き止めてしまうというのも一つの手ですね、うん、今中途半端なんですよね、はい、近寄っていってはコンと打たれてそれで交代するっていう形です、はい、だから相手とすればですね一休みできるわけですよ。なるほど。しつこいって言いますね、よくもう鉄頭鉄尾グイ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 打ってくる選手っていう、そういう選手は嫌なんですよね。私もセコンドついててそういう選手に自分の選手がですねプレッシャーかけまくられて打ちまくられて結構疲れて帰ってくるんですね、コーナー。なるほどね。さあコーナーです。使うはしません。打ち返していきます。モニージャ左から右、セーンの動きパンチ読まれてるんですね。おっとワンツーワンツー、読まれてますか。読まれてるんですね。いいワンツー、お左当たります。パンチが本当にいい確率で入り始めています。
進めていきます。セーン、何かセーンが向きになってこう詰めてくるようなんですね。もう来ましたね、今なんかもゴングです。相手にパンチがないからいいようなものもろに来ましたよ。第6ラウンドを終えました。ここでまたボクシング採点の公式ですね、はい、有効なクリーンヒットのダメージの集計。このラウンド考えてみますと、このボニージャの方がダメージ与えてますね。もう有効なクリーンヒット自身が多いですね、はい、線はちょっと空回りですよね、まあ、このラウンドなんか明らかにボニージャですね。ちょっと線は焦りすぎですね。いつものテーンのボクシングでは確かにないようです。まだ半分来たばっかりなんで、まず元に戻すことですね、まあ、これタイの放送席で右端ですね、これはソンチャイ・ラタナスバンというプロモーターですね、はい、ムエタイでは大物ですよね。で国際式でもですねピチッと持ってるでしょう。そしてこの線持ってますね。そしてダオルもやってます。ははさあ第7ラウンドに入りました。線はペースを取り戻すことができますか。 WBA 世界フライ級タイトルマッチ12回戦、観客から遠くの観客から見るとですね、線が勝ってるように見えるかもしれませんね。はは前出てプレッシャーかけてですね、パンチ出してますからね、右に左に大きく動いていきますボニージャ。うーん、足は速いですね、この選手は、もう牛若丸ですね。もう今日の五条ですね、右に左にですね、ネズエラの牛若丸ですか。ホセ・ボニージャ、ここまでいい戦いっぷりをすると誰が予想したでしょうか。ランキング11位、まあ、たまたまこういう展開になる時あるんですね、予想で悪い方が、はい、というのはですね、生地実力が拮抗してますとね、色気がありますね。逆に倒してやろうとか、いいパンチ当ててやろうと、これだけその線はグレートチャンピオンだと、で自分はもう本当にそのベネズエラのジュニアフライのチャンピオンで、たかが11位ぐらいのランキングしたばっかりだと、はい、その勝つ作戦ってこれしかないみたいな感じでですね、必死にカウンター作戦やってますね。チャンピオンの意地というところでしょうか。線、私はベネズエラで一度見たことあるんですね。93年11月ですね、ベネズエラのピュルトラクルスっていうところで WBA 総会があったんですね、そこでフェデラテン、ラテンアメリカのその、まあ、東洋でいう東洋タイトルマッチのカーニバルがあったんですよ、はい、そこでヘス・スロハスとやった時ですね、このボニージャが、はい、ずっと足使ってアウトボクシングしてたんですけど、11ラウンド目捕まりましてヘス・スロハスに負けたんですけどね、まあ大体こんなボクシングだったんですね。うまいんですけれど前へは出ない、下がってカウンターを取っては動くと、ボクサータイプだったんですね。ちょっと線が付き合ってしまっているという感じなんでしょうか。相手のペースです。しかしここは地元のタイ、いいボディブロー当たってますよ。ミロック、もう一発右、左を絡めてまた右のストレート、何発かまた入りました。挑戦者ボニージャのパンチ、第7ラウンドはどうでしょうか。線のボディパンチを取るか、そのボニージャのですね、回り込んでのそのワンツーのパンチを取るかですね。このラウンドは線のボディ攻撃を取りたいと思いますけどね。チャンピオンですか。WBA の世界フライ級です。こういうシーン見るとその心が揺らぎますね。そうですか。よくラウンド終わってダイジェスト出てきますね、そしたら片方のいいところ
それでもう他方のいいところを均等に出してくれればいいんですけど、違いますね、その片方のパッといいところ出ますよね、はい、そしたら前のラウンドそのダイジェストだけでハイライトだけで集約されてしまうみたいなところありますね、だからもうやはりそのラウンド終わったらそういうの見る前にポイント言うべきですね、まあ私ごとですけど、私がその結構ヘリクス言いながらあのラウンドはどうこうでどうこうでっていうのは迷ってる時なんですねで頭の中整理しながらポイントを振り分けてるんですね相手を。皆さん聞きましたかポイントを言う前に小泉さんがおっしゃってる時は迷ってる時です。いやそういう時ありますよ、あのね、そうですよね、私後楽園ホールでそのリングサイド席いてジャッジの人たちつけるのを見てる時がありますね、そうした時にですね、まあ明らかなラウンドパンパーンとその10対9なんか書いて、ちょっと一瞬手が動きがその止まってるような時ありますね、だから本職のジャッジの方もたまにはその迷う時があるんでしょうね、10対10にしようか10対9にしようか、それは人間だからありますよね。確かに浜田さん、そう簡単に割り切れるものではないですよね、はい、まあ、本当にあの難しいラウンド確かにあるんですよね、ただその場合に、まあ、その迷い時間10秒でもあれば、まあ、私はラッキーだなと思いますけどね、例えばこれが生放送の場合ですね、その瞬間に採点出さなきゃいかんですから、解説席ではですね、ですからその採点が放送で流れますからね、ですほんの10秒でも時間あれば助かるなと思いますよ、特にあの民放地上波の放送局の皆さんはね、コマーシャルというものがありますから、もし採点を言うケースは早く言わなければいけないという、プレッシャーがありますからね、まあ、ワオワオのそのエキサイトマッチのメリットはですね、判断基準を言えるところですね、なぜ10対9でこちらとしたかと、その理由付けができますね、はい、それが私は非常にあのいいところだと思いますね。さあ試合の方に戻りましょう。ガンガンいってますね、線はだけど当たってないですね。あ、やっぱり当たってませんか、あ、これもブロックされてます、はい、今日の線のスタイルは違いますよ。あ、ただこのラウンドはもう構成取りまくって必死に手出してますね、それでボニージャがこのラウンドは受けに回ってますから、ボニージャのパンチもですね、そう全て当たってるわけじゃないですね、はい、線もあのブロッキングいいですから、はい、その殺してはいますね。打っていきます。打ち方が全部フックから入ってそうですね。この後全部そうですね、はい。スタイルは違いますよ。明らかに違いますよ。もっともっとアウトボクシングするのが本来の線なんですが、今日はちょっと違うようです。第8ラウンド終了です。お互いに有効だはどうと、そして徹底的に前出て攻めて攻めまくって、このラウンドは本当に攻めまくりましたね。セインのポイントですね。ああそうですか、はい、しかしセインが取りました。ああこの辺り右のストレートは入ってますね。私の採点ではこれまででその4ポイントずつですね、イーブンですね。もう楽勝予想された試合ですけど ね、 そうですね。ただこのジャッジが、この現場にいる3人のジャッジはどう判断しているんでしょうか。 WBA 世界フライ級タイトルマッチ、確かあの、相手このタイに乗り込んでの判定勝ちというのは非常に確率少ないですよね。これまでちょっと調べてみたんですけどね、2度しかないんですね。あのアイベフのですねストロー級のですねファラン・ルクミン館、はい、これがですねマニメル町にそのまああの日本ではあの鹿島灘ジムに所属してメル町佐々木って言ってますけどね、はいはい、あれにその、アウトボクシングされて負けた、判定負けした。それと WBA のストロー級ですね、チャナポーパーウィンがロセンドアルバレス、あ、まあ、日本でですね、はい、佐藤健太周浜隆選手と戦ったロセンドアルバレス、ここに挑戦あの判定負けした例がありますね。人気がありましたチャナがね、負けたのが地元での判定負け。まあタイの声援っていうのはそれだけですね、ジャジの方々もニュートラルに公正に採点しようと努めるはずなんですけど、それを影響を与えるほど声援がすごいですよ、ええ、
この試合は現地から送られてきている映像をそのまま使用していますので、ちょっとあの音の出方が低く抑えられている時もありまして、それがしっかり伝わってはいないのではないかという気がしますが、まあ、タウ行く機会があればですね、その試合会場なんか、まあ、ラジャダムダムスタジアム、そのルンピニスタジアムと、1日おきに両方でやってますから、いつ行っても、まあ、ムエタイは見られますね。そして国際式は真ん中に一つありますからね、雰囲気見られると思います。おーおーと、声援はまるで波ですよ。押し寄せる波ですね。うわーわーわー、波が押しては返し、押しては返しっていう、そういう感じですね。その声援の波に後押しされるようにして、とにかく声援は前に前に出ていってます。頭をつけるような感じになっています。出ていってますよね。まあ、その声援を関係なしにボニージャは常に自分のスタイルを崩さずにやってますよね。いいパンチ入れましたね。今こう冷静です。ちょっとサイドへ右回ってる、ね。はい、今右回ってますね。本当にあの声援のボクシングのスタイル全然変わってますよ。クリーンヒット許してますね。相手のこの冷静な動きに自分のペースが狂わされています。ちょっと右へ回ってですね、右はですね、肩越しの右クロスですね、オーバーハンドライト。で、左はですね、左フックが線のガードの真ん中通りますね、今も。頭をつけたよ、ボディ。ちょっとあの予想に打たれすぎてますね、線。ああ、そうですか。ガードの上でもできれば打たさない方がいいですね。頭に振動あるとですね、鈍くなるんですよ。あ、またまた目の下のあたり完全に腫れてるようです、線。ここでゴング。第9ラウンドも終わりました。このラウンドは完全に取ったっていうんでですね、手を挙げて帰ってきましたね、はい、ボニージャのラウンドですね。はい、挑戦者はボニージャ。セーン・ソープルンチット対ホセ・ボニージャの一戦です。まあ、本当に多くの防衛を重ねていますが、タイトルを取ったのが94年の2月になります。もう随分長い間このタイトルを持っていることになります。さあ、第10ラウンド、ここからどういう終盤を迎えますか、セーン・ソープルンチット。またチャンピオンからいきます。確かに前に前に出ています。また左のリードブロー、左から右のストレート。確かに浜さんおっしゃったように、はい、遠くの方から見たらこれは声援が一方的にやってるんではないかという見方をするお客さんもいるでしょうね。遠くの方からだとそう見えるでしょうね、誰の顔が腫れてるかっていうのも見えないだろうし。パンチはないですけどね、この挑戦者ボニーじゃね、まあ、こうした選手には本当に動き止めるための作戦、あのボディを攻める、あるいはコーナーロープに詰めるっていうことですけど、その体で詰めるっていうのはいい方法じゃないんですよね。相手はやっぱりそこでカウンター取りますから、やはりフェイントをかけたりジャブ打ったりですね、早いワンツーでその入れたりですね、それでコーナーロープに詰めて、そして上下のコンビネーションですね。よくないですね、線は。まあ、また小さなパンチ、ショートをもらいました。線が今下がりましたからね。ちょっと今まで数多く打たれてるんで、少しダメージが残ってきてるんですね。まあ、世界にベネズエラからいい選手がいっぱい出ていますが、このボニージャ的な動きというのはどうなんですか、ベネズエラの動きと言っていいんですか。まあ、デビッド・グリマンもその左右への動きっていうのがありましたね。はいはい、だからまあエロイロハスもですね、あのストレートパンチはシャープだったですし、さあボディさせる、いいところを見せるか、サイドから打っていきます。背のパンチ、大きなパンチ、あ、右のフック返されます。いや、バランス崩したんじゃないですよ、左フック、あのカウンター取られたんですよ、それでちょっとのめりかけたんですよ、パチンと当たられました。この左フックカウンター取るの前ですね、下がりながら。そうですね、強くはないんですけどね、一瞬前グラグラっときましたというのは、線のバランスが前へかかってですね、つんのめり、つんのめるように打ってるからですよ。いや、前出よう前出ようとしてますね。それで踏み込みがそれに伴っていけばバランスは保たれるんですけど、
上半身だけが前傾いてるわけです、はい、いや浜さん、セーンの表情だいぶ変わってきましたね。これこれはこの流れは良くないですよ。完全にはまってしまったというようなセーン、チャンピオン途中で、まあ、このラウンドですからミロスルト、まあ、切り替えも難しいところあるんですけど、強引に何かやらないとこれは流れ変わらんですね。そうですね、顔によくパンチをもらっていますチャンピオンのセーン。果たしてジャッジはどう受け取ってるでしょうか。第10ラウンド終了です。このラウンドもボニーじゃですね、まあ、歌を忘れたカナリアっていうその歌がありますけど、はい、セーンはですねストレート、そしてあるいはアッパーインサイドブローを出すことをですねちょっと忘れてますね。浜さんもあのセーンのいいところは左のリード、あ今のモロに来ましたね。多分これセコンドも悪いんだと思うんですね。イスマイル・サラス、まあ、メイトレーナー、マイトレーナーって言いますけど、はい、たまにはですねその、まあ、サラストレーナーもですね、いけいけって言ってるんじゃないんですかね。まあ、行くにもまた行き方があるんですよね、その行き方っていうのはガードの上を打たせて距離を詰めてフックから入ってますからね、はい、同じパターンで全部読まれてますよ相手に。さあ行きます。ここら辺で勝負かけろという指示出たかもしれないですね。あそこに回り込ましてはいけないですね。とにかく手数を出しますボニージャ。この辺りはガードの上ですが叩きます。例えばワンツーから左アッパーボディ左フック顔面いきますね。その次のパンチ右っていうのはですね結構大振りになってしまうんですね。そこを脇絞って右アッパーなり右のショート打っていくと左フック返りますね。その左アッパーから左フックの後右がそのインサイドで打てるかどうかっていうのは結構大事なんですね。それが打てないと相手にインサイド疲れますよカウンターパンチャーに。セーンの右のストレートに大きな声援、左を返しました。セーン右ショートで当てます。挑戦者ボディーか顔面、もう一発右のストレート、全部はブロックできてないですよ。あミナッパーから左、それ打ち方が悪くなってますね。体の軸がもう回転してない打ち方になってますね。力任せにこう上からかぶせるような打ち方になってますから、左フックも回転しないですね、切り返しの効果が出てないです。右へ出してそしてそれから左フック、逆に挑戦者はよく自分のペース守ってるようです。本当ペース崩さないでやってますからね、終始同じペース。最初の両者の立場の違いなんでしょうね。あ完全に自分のペース作ってます。このラウンドの前半一生懸命相手にプレッシャーかけてですね連打していったんですけど、いつの間にかまたボニージャのペースになってるんですね。左のフック、右足を使います。ミロスレート左軽く当てます。ボニージャもパンチがないんですね。 あれだけヒットしてそのまあ線の高さもあるんでしょうけどダメージ与えられないですね。11ラウンドもあとわずかになりました。おいいパンチ当たった、はい、フォローしないといけないですね。んちょっと止まりましたかボニージャ。ボディブロー嫌がってますね、ゴングです。11ラウンド終了。私はあのボニージャのポイントにしますね。有効なクリーンヒットのダメージの集計、はい、ただこのラウンド最後にですねセーンがそのジャブでこれ前半ですよ。このラウンド前半よく見てください当たってないんですよね、だから構成は欠けてるんです。これはラウンドの終盤ですね。さあラストラウンドです。
WBA 世界フライ級タイトルマッチ、セーン・ソープルンチット、これが10度目の防衛戦大苦戦。挑戦者は11位にランクされていますホセ・ボニージャ。あ、そうですね、本当に大苦戦ですね。まあ、地元でやってるんでどうか採点分からないんですけど、ダウン一つ取らないと厳しいんじゃないですかね。そうですね、随分顔も腫れています、チャンピオンのセーン。おっと、バランスがちょっとギクシャク、チャンピオンのセーン、とにかく左を出します。パンチの食い方悪いですね。おお、あ、バランスを崩したのかと思いました。ちょっともうバネが、体のバネ、そして足首のバネがちょっとなくなってますね。ギクシャク感じますよね。はい、数多く打たれたんですよ。あ、9ラウンド目のあのダメージっていうのがあると思いますね。ははまあ、最終ラウンドではありますけど完全に余裕はもうないですね。はい、ガクガクしています。いかにですね、脈拍がその40を切るとかですね、そういうスタミナがあってもですね、このラウンド無駄にそのスタミナを使ってますね、浪費してますよね。というのはミスブローが多いですよね。はい、パンチの正確さっていうのは大事なんですよ。その打つっていうことはスタミナを使うわけですよ、自分はね。その分相手にダメージを与えていけばですね、相手は巻いてくるわけです、とか自分はスタミナばっかり使って相手はそのブロッキングしたり防御したりするとですね、相手のスタミナ残るわけですよね。自分は打ち疲れ、相手はまだ元気、そういう状態で後半迎えるんですから、ピンチきますね。振ってますね。あ、苦しそうな表情です、チャンピオン。お客さんの声援もどこで声出したらいいか分からないんじゃないですかね。そんな感じですね、ちょっと迷う感じでありますね。素人の人はですね、タイのこの感じで、勝ってんのか負けてんのか分からないっていう感じに、ね、かもしれませんね。残り30秒切りました、ラストラウンド。声援も一生懸命やってますね。はい、勝ちたいっていう意欲が本当に見えますね。イルストレート10、そのあのワンツーが当たって前出てないですよね。左ヨロヨロとよろけましたよね。あれ体軸って言って体の軸がない打ち方するから、ああいう風にバランス崩してよろめくんですね。試合終了です。ラストラウンドはボニージャ。ははとすると、私は線が取ったのは5ポイントですね、そしてボニージャが取ったのが7ポイントですね。115対113、ボニージャですね、私の採点で。そうですか、採点はどうでしょうかね。あ、どうでしょうね、タイだけにこれ注目されます。 WBA 世界フライ級タイトルマッチ12回戦、セーンの10度目の防衛になりますか、どうでしょうか。ハイさん、ロイスエッカネン、はい、ボニンジャー117カネン、カマカンオキーモーロネジャークフィラン、はい、セン、はい、ボニンジャー117カネン、ボニンジャーです。セーン敗れました。地元でタイのチャンピオンが陥落しました。判定負けです。新しいチャンピオンが誕生です。最後はこれ今セーンの表情出ていましたけども、納得したっていうような表情なんでしょうか、どう受け取ったらいいんでしょうか。ちょっと今のは難しいですね。拍手はしてどうなんですかね、相手の力を認めたのか、もしくは格下なんだけどお前よくやったじゃないか、次は俺勝つぞという気持ちなのか、ちょっと今のは本心聞いてみたいもんですね。少なくともという感じではなかったですね。なかったですね。千は千なりに一生懸命やりましたよね。はい、まあ、途中この流れがおかしくなった展開でですね、その
勝つための努力っていうのは最大限やったと思いますね。ついに王者セーンに初黒星、勝ったのはホセ・ボニージャ、新チャンピオンです。